思ってティッシュでずっとこうやって押さえてたら治りました。あの血が止まった。そう、使いたい時に限ってないんだよね。そう、絆創膏は結構なんかその靴ずれとかもするのでよく持ってるんですけど、ちょうどなくなってて、そう、あえーって思って、まあでもすぐ治ると思います。そう、嫌になっちゃうよね。ありがとうございます、ギフト。こんばんは、こんばんは。ちょっとヒリヒリしますね。でもなんか髪とかでさ切ったりする感覚でした。よく絆創膏使う、うん、使う。あの靴ずれよくするんですよ。このサンダル履いたりとか、いろんな形のサンダル履くので、だからね、そう、小指とかかかととか結構ね靴ずれするんですよ。そう、だから絆創膏は割と持ち歩いてはいるんだけど、ちょうど今日なくて、イエーみたいな。だから明日買おうって思います。こんばんは。非常袋に入ってたりとかする。あ、確かに入ってそうじゃない。私のそう、非常用のあの避難用のリュックみたいな、確かに入ってそう。言われてみれば確かに。ひとでちゃん、ありがとうございます。今日のオフ感、いいオフ感、ほんと。そう、ちょっとゆるく巻いてある、さっき巻いた。聞いてるだけで痛そう。うん、ちょっと痛かった。なんかぶつける痛みより切った痛みの方が私は弱いです。そう、こんばんは、こんばんは。意外と足絆創膏だらけ。いや、今は何も貼ってないです。嬉しかった、ありがとう。ハートありがとうございます。ハートありがとう。なんか唇の色ないな、血色悪くない今、塗ろう。なんか私結構血色悪い顔してるんだよね。皮膚が薄いから結構血色悪い顔をしてるんだ。だから元気ないと思われがちだけど元気あるんですよ。あ、ちょっと血色良くなった。普通に OK です、ありがとうございます。さっきツイッターであの横顔のあの写真をね載せたんですけど、すごい褒めてくれて嬉しかったです。日向さんも褒めてくれた。嬉しい。あれはあのこの間のサメカツナ公演の時に撮った横顔。あんまりなんか確かに言われてみれば横顔のあの写真あんま載せてなかったなって思って載せてみたんだけど、なんかインスタに載せようか迷ったんですけど、なんかちょっとインスタは違うなって思ってツイッターに載せてみました。ずっと横顔で話すこうやってやばいやつでしょ。さやの横顔好きでしょ。ありがとう、ありがとう。保存した？あ、本当？やった。こんばんは、こんばんは。今回2回目のワクチン接種して痛みがあったけど、さやの癒しでいただきました。あ、本当？よかった。2回目とかって特にひどいって言うからね。お大事にしてください。日向さんもオタクみたいなリプだったね。確かに。なんか生きててくれてありがとうみたいなリプでした。嬉しかった、生きててよかったって思った。全角度可愛い、ありがとうございます。こんばんは。日向さんに横顔で近づくさやみたい、キモいやつでしょ。めっちゃ大丈夫かな。日向さんの LINE ドラマ見ました。私、みんなも多分もう見たと思うけど、よかった。めっちゃ演技上手ですよね、日向さんって。
女優さん、女優日向さんを見ました。感動しました。なんかストーリーもすごいなんかね、なんか切な系で、日向さんめっちゃ可愛かった。笑顔のなんか最初に日向さんが映るシーンあるじゃないですか。めっちゃ可愛くてどうってびっくりしちゃったね。見てよね、みんな見てね。サーヤの女優さんも見て。本当？どういう役が似合うかな私でもなんか私ヒロインじゃない絶対なんかヒロインじゃない多分顔的にヒロイン顔してない。なんだろう、なんだろうな。サーヤは女優目指さないの。うん、でも、ま、興味っていうかやったことないから、まずやったことがないからどんな感じなんだろうっていう興味はあるけど。マジっすかあ、でも出てみたい。そういうのあった、出たい。プリキュアで言ったら青、あ、青かな私。いつかソロ写真集出してほしい。本当？買ってくれるのそれ買ってくれるの。美人 OL って感じ。ああ、そういう役ってこと。うん、マジスカ出たらあだ名はギター。ギターどういうこと。ギターっていうあだ名。こんばんは、こんばんは、ヤホヤホヤホー。サインしか勝たん、ありがとうございます。写真集出たら買い占めます買い占めてくれんの。へえ部屋中私の写真集になっちゃう。もう壁紙ですかみたいな感じになっちゃう。お友達役、確かにお友達役っぽいな私サーヤでさ主演より目立ち、そんなことないわよ。ありがとう、ヤホン。でもね、演技どんな感じなんだろうね。まずセリフを覚えるのが大変そうだよね。なんかセリフ覚えられてもそれをこうなんか感情表現できるかみたいなところが難しいよね。おしゃべり会の背景、あ、写真集でこうバーって。確かに確かに、演技を見てみたいけどラーメン歩いてるところ見てみたい。あー確かに、なんか経験してみたいなそれは。私もヤッホーヤッホー、こんばんは、こんばんは。サーヤの演技見て、私の演技ないんだよな全然やったことが。なんかやるとしたらちゃんとなんか教えてもらわないとできないできない。MV のとかしかないから。こんばんは。しかもあれあんまそんなセリフなかったなしだから本当に演技してない私。そう、短い夏のさよならも全然なかったし、オーサムも出だしちょっとぐらいしかなかったから、演技っていう演技をしてないんだよね今のところそう、一回もしてないんだよね。そうなんだよね。こんばんは、こんばんは。王様の演技良かった。本当でもなんかあれほぼなんかアドリブみたいな感じだった。
ちゃんありがとうございます。ラジオのおしゃべり上手だから演技も上手いと思う。本当？でもラジオのなんか話し方とかなんかすごい褒めてくれて嬉しかった前。また来週もあるからまた告知しますね。月曜日かな次は。チラチラ。将来女優目指してるんじゃ。いや私はどちらかと言ったらモデルさんになりたいってずっと思ってて、うん、今度サメカツナで演技対決してほしい。演技対決でもなんかカホとかすごそうカホとかすごい迫力ありそうだけど、楽しみ。あ、ラジオ楽しみにしててね。先週に引き続き、先週？うん。また愛ちゃんと夢と私3人で、はい、放送させていただくので。寸劇？ああ、寸劇も私やったことないわ。確かになんか劇場でそうやってる公演とかもあるじゃないですか、遥か村とか。でもやったことないね。確かに私寸劇もやったことないかな。そう、遥か村はねやってるよね。なんかよくわかんないよくわかんないのやってるよね。あれはるかが作ってるんでしょ。はるかの公演出てみたい。友情出演しますか。私が出演したら、今噛んじゃった。私が出演したら海と山と川ができます。はるか村に海と山と川ができますね。こんばんは、こんばんは、やっほーやっほー。あ、でも海はあるのか。ななみがいるから海はある。山はないよね。川もないあれ、カメラ入ったら出れないらしいけど大丈夫。でもなんか一応みんな入ってるんだよね。とりあえず入ってはいる。そう、やっほやっほやっほ。ひよこもいる謎にみはるさんがいるよね先輩一人だけっていう面白い。あの村実は出入り自由。あ、そうなんだ。裏ルールみたいなのがあるんですね。まあ確かにたまにはるか村の方来ますもんね来ますもん。全然確かに自由なんだよきっと。私が出たらギターの役になりそう。なるほど、なりそうですね。みはるさんのポーズなかなか不思議。確かに面白い。何なんだろう、何ポジなんだろう面白いんだけど。トタケケポジ。あ、トタケケかわいいよね。動物の森のやつでしょ。動物の森のあのギター弾いてるワンちゃんでしょ。トタケケかわいいよね。なんか動物の森のさゲームでさ、なんかコーヒーを飲めるところにたまにいるワンちゃん
なんかさ、そこでなんか音楽聴くとさ、その CD がもらえるみたいな、なんかあったよね。懐かしすぎてあんまり覚えてないんだけどね。やってた、ずっと。たぬきちが一番可愛い。たぬきち可愛いよね。なんか久しぶりになんかさ DS やりたくなった。私 DS 世代だからさ、 DS やりたくなった。のお年をありがとうございます。やっほーやっほー。ゲームの話珍しい。あーでもたまにするよね。なんか本当にたまにしかしない。やりたいよねっていう話しかしてないと思う。なんか何々をやって楽しかったってよりかは、なんか昔にやってたゲームを思い出してやりたいねって話すことが多いかな。どんなゲーム、どんなゲームしてたっけ。でも結構私昔はすごいゲームしてたんですよ。 DS 動物の森とか、あととんがり帽子と魔法の365日みたいなやつと、あとなんかファッション系のやつとか結構割といろいろやってた。そう、なんだこれ、なんかお水ありがとうございます。ポケモンもやってたけど最初の方で終わっちゃう。それなんか戦い系は向いてなくて、戦い系はやんなかった、やんなかったっていうか、そのお兄ちゃんがやっててそれを見るのが好きだった。あら、ありがとうございます。ドラクエもお兄ちゃんがやっててそれを見るのが好きだった。私はやらなかった。マリオもねやってたよ。なんかウィーとかやってたけど、ずっと私シャボン玉でした。ひゅーって兄弟でゲームやってて、なんかまあマリオとルイージとかなるじゃないですか。それでずっと私シャボン玉でついてて、そうシャボン玉でついてって、でそのお兄ちゃんの方の命が危ないってなったら、こうやってピュンってシャボン玉から出てちょっとだけつないで、出てきたらピュンってなって、またシャボン玉でついてくみたいな感じでやってた。そう、スマブラやったことある？ない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 です。サヤとゲームしたかった。いやでも私とゲームしたら全然使えないよ。本当に私使えないから。マリオカート、あ、マリオカートめっちゃやってた。マリオカートはなんかすごい調子がいいと1位になったりとかしてたけどさ、なんかゲームセンターにあるさマリオカート、こう座ってできるよみたいな、あれ本当に苦手なんですよ私。なんかあれできなくて、操作が、あれ操作できないんだよね。どうやってやんの逆に。なんかちゃんとこうやってるのに言ってくれないんだよね。そうダメなんだよね。マリオカートのね時はね、何のキャラクター選んだかな。ピーチかデイジーかキノピオかヨッシーとかかな。アクセルとかブレーキが使えてない。あ、そういうこと。そうだから私運転やばいんかなって思ってる。ああとあれやってたわ、あれリズム天国、リズム天国めっちゃ好きだった。リズム天国超やってた。ゲーセンのマリオカートとか、すごいね。私苦手なんだあれ。あれすごいね、苦手なんだよね。
水見天国おもろいね。うん、おもろい、おもろい、おもろい。なんかいろいろあるじゃん、リズム天国って。なんか種類が、私は裏表が好きでした裏表が好きだった。あれめっちゃ楽しい。最初意味が分かんなかったけど、超あれ得意、めっちゃ得意なんだよね裏表一生できる自信ある。あはいほほほほって、なんかゴルフのやつとか、はいはいはいみたいな。太鼓の達人、あ、太鼓の達人もやってたね。なんか太鼓の達人でめっちゃおもろいエピソードがあるんですけど、思い出しちゃった、どうしよう。あの DS のやつ、太鼓の達人のゲームあるじゃないですか。あれでなんか機械が操作してくれるタイプのやつあるじゃん。なんかお手本みたいな感じで、自分が叩くんじゃなくて機械が勝手に叩いてくれるから、もうなんか自分ができてるかのように思わせる機能があるんですよ。でそれを私おばあちゃん家でやって、なんかお兄ちゃんと一緒にちょっとドッキリしようよみたいになって、おばあちゃんにその機能を使わせたんですよしかも鬼レベルみたいな、一番難しいレベルのやつをこうやってやってみなよみたいな感じでやってもらったんですよおばあちゃんにそしたら、もうできるじゃん機械のやつだから、そりゃ打ててなくてもそれでもうびっくりしちゃってでうちらが兄弟で「すごくないばあば」みたいな感じでめっちゃ上げててそれでおばあちゃんももうびっくりしちゃって、え、待って、すごい、これ全部できてるんだけど、みたいな。っていうドッキリをした。めっちゃ面白かった。で、終わった後にこう、ドッキリでした、みたいに言って、めっちゃ面白かった。いい思い出ですね。面白かった。そう、面白かった、本当に。やってみて、みんな。おばあちゃん可愛いでしょ、可愛いよ裏表っての曲好きすぎて携帯の着信音わかる。でもあれ好きなんだよね、うち裏表。あはーい、ほほ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 ほはいみたいな、トゥトゥトゥルルトゥ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 ルルルみたいな、あれやりたい子供のいたずらっぽい。もうだって子供だったもん、その時小学生とかだったもん。ひとでちゃんありがとうございます。懐かしいですね。でも今はもうなんかそもそもその DS の本体がないからできないんだよね、そのゲーム機がないから家に。そう、でもね、やりたくなる、たまに。でもスイッチとかなんかそういう最新の、わかんない、最新のやつは操作がわかんない、できない。ゆうたありがとうございます。そうだからなんか DS でいいかなって思って、なんか前ね電気屋さんでなんか DS のカセットないかなって思って見たんだけど DS がなかったんだよね。今って売ってないのかな DS。 そんなことないよね、貸してあげる。貸してくれるの、ありがとう。返さないかもしれないよそれ借りパクするよ私結構。え、今って売ってないの DS。 え、ショックなんだけど。 3DS、 あ、 3DS でもいい。 3DS のカセットとかって今売ってないの。中古じゃないで、生産終了したの。そうなんだ、だからなかったのか。なんか
そう、まあ、買うとかじゃないけどなんか見てみたんだよね、電気屋さんで。そしたらなんか売ってなくて、だからもうなくなっちゃったのかなって。そうなんだ、中古じゃないと売ってないんだ。ショックショックショック。そうなんだ、衝撃的なんだけど。私今スイッチとかしか売ってないってこと？へえ、そっか。びっくり。ネットとか、ああそうなんだね。なんか今流行りのゲームって何ですか？スイッチが流行ってるの？こんばんは、こんばんは。何が流行ってんだ今？カセットっていうの？カセットとか。動物の森さん去年ぐらい流行ってたよね。だからその時に買おうかちょっと迷ったんだよね。あ、クレヨンしんちゃんとかあるの？そうなの？それは戦い系ですか？人でありがとう。あー桃鉄ね、確かに桃鉄、確かに。ゆうたありがとうございます。あ、ソフトかカセットってなんやねん。だるまありがとう。しんちゃんは夏休み過ごす系？あ、夏休み過ごす系？平和な感じなの？ありがとう。あ、ほのぼの系。あ、じゃあそれ結構向いてる？私に向いてる。夏のお年をありがとうございます。夏休みを過ごすソフト、なんか気になるんだけど。そうなんだ、ちょっと調べてみようかな。僕の夏休みなんだっけ、なんか聞いたことあるけど。しんちゃんが絶対正面向かないって噂だけど、どういうこと？横顔が好きなのかな、やっぱ。なんていうゲーム？しんちゃんスイッチってやれば出てくるの？スマブラは分からんのよな。でも戦い系でしょ？そもそもスイッチ持ってないね。持ってない。だからそこからなんだよね。私がやるとなると本体から買わないといけないんだよ。はじめまして、はじめまして、ありがとう。虫取ったり魚釣ったりお使いしたりします。あ、動物の森的な感じ。私が好きなタイプのゲームかも。日常系のゲーム結構好きなんだよ。こんばんは、こんばんは。調べてみよう。誕生日それにしようか。誕生日プレゼント自分に。でももう夏休み終わってるじゃん。ほのぼの系が好きです。戦い系は向いてないんだよね。できないんだよ操作が。そう、向いてないの。なんか敵がこうやって近づいてきたらちょっと逃げるしかできない。怖いって言って逃げる。こんばんは、こんばんは。アマンガス、あー、やったことない。やってみようかなって思ったことあるけど、でもあれは面白そうだよね。ヤッホー、みんなでするゲームが好き。あ、通信してってこと？
あでもマリオパーティーとかは好きです。なんかミニゲームとかは好きです。でも昔なんかちっちゃい頃とかなんか勝てないとめっちゃ怒ってたなんかそういうマリオパーティーとかで勝てないと結構怒ってた。リアルに怒ってた。その家族の時だけで。兄弟で、そう兄弟でやってたんだけどゲームで、なんかそれでマリオパーティーとかやってて、でなんか負けるとすんじゃん、超怒ってた超怒ってたよね、うん、リアルに怒ってた。でもなんか自分が1位になるとすごいもう嬉しくて、イエーイって感じ。パラありがとうございます。おしちゃんありがとう。人でありがとう。そうやって面倒なやつ、うん、めっちゃ面倒なやつだよね。そう超面倒なやつ、お子ちゃまだったよね。さすがに今はないけどねないないない、本当にちっちゃい頃。負けるからって電源消すんだよね。え、わかるめっちゃわかる俺だったら勝たせる勝たせてくれるの。ありがとうございます。そうね、でもさ、その幼い頃ってどっちも譲らないじゃん。だからそれで戦って負けてなんかちょっとみたいななってたけど、でもなんかちょっとこう学年が上がるにつれて、その上が大人になるじゃん、ちょっと考え方が。だから勝たせてくれるようになったよね途中からそう勝たせてくれるようになった。スポーツゲームも、あスポーツゲームでもなんか言ってたね、マリオのやつ。でもあれちょっとやり方がいまいちわかんない。さやはガチャガチャしたりするのします、結構今でもします、好きなんですよガチャガチャ。昨日見せたんですけど、今ないけど、あのクレヨンしんちゃんのやつ欲しくてガチャガチャしたら一発で出てゲットできましたでも何に使うのか分からずにガチャガチャしたんですけど、なんか充電器とかのケーブルにこう挿して、そう使うものだったらしくやってみたらできました。ラヒアもインスタに載せてた。あ、ほんと？え、同じやつ？やばい、パクった私。さやしか勝たん、ありがとう。同じものゲットしました。やった、おそろっちだね。すごいよね、一発で出たの嬉しかった。そこもテラピーと趣味合うんだでもクレヨンしんちゃんかわいいよね、かわいい。テヒアが昼間の配信で見せた。え、そうなの？同じやつだった？ちょっと違った。あ、そうなんだ、違う種類なのかな。ねえ、かわいいよねクレヨンしんちゃん。頭がケースになってて中に体が入ってるやつ、どういうこと？テラヒナのはワニヤマさんとしんちゃんが一体化したもの。おお、大きい、あ大きいやつなんだ、さすがじゃん本格的。私めっちゃちっちゃいもん、このぐらい。
2種類ガチャガチャしたの。でもなんかガチャガチャ楽しくない？普通に好きなんだけど楽しい、なんかこう回してる瞬間が一番楽しいそう、嬉しいよね、楽しくない？天使かくたん、ありがとうございます。さやに好かれるなんてしんちゃんに嫉妬しんちゃんに嫉妬？大丈夫、みんなのこと大好きだから。テレ、うん、テレビのテレビ台並べて、あ、そうなんだ。定期で、本当でも今ねここ負傷してる、負傷してしまった。劇場にもガチャガチャあるよね。そうだね、劇場にもある。そう、ワクワク感がいいガチャガチャとかそういうものって。その指負傷しがち、あ、そうかな。あ、でも確かになんかどうなんだ、まあ指ってなんか怪我しやすいよね。さっきレニアさんが配信でさえちゃんとご飯食べに行きたいって言ってた。本当ですか？行きたいです、私も。嬉しい、行きたいです、ぜひぜひ。嬉しい、やったーやったー。行ったことないんですよね、レイニャンさん痛々しいよねそう、指って痛いんだよ、なんか皮膚がさ薄いから痛い。今1000円ガチャとか、あーなんかあるよね、もやったことない、そういうのは。怖いじゃん、だって1000円かけてさやってさ、まあ当たったらさなんかゲーム機とかさなんかすごいものがもらえるじゃないですか。でもさ外れだった場合なんかなんかよくわかんないぬいぐるみとか絶対嫌なんだけど、絶対嫌だ嫌だよね、ショックじゃん、その1000円もったいない、かわいそう。うん、でもなんかあれだよね、1000円ガチャもあるし、なんか2000円とか3000円とかもあるんでしょ。使えなくてできないな3000円のガチャでトースターが当たるらしい。それ外れた場合で何が出んの？宝くじ買ったことある？あ、あります、5000円。人でありがとうございます。変なキーホルダーね、そうだよね、変なキーホルダーとか出たら泣くよね。めっちゃ泣くんだけど、それ無理なんだけど、絶対できない、本当になんかお金ないとできない本当にお金持ってればできるけどできない。ハズレはお菓子に行こう、かわいそうすぎる。劇場のガチャガチャサーヤでない、なぜだええー、貝殻ありがとう、こんばんは、こんばんは。まあでもそれ一発でなんかすごい1位のものとかが出たら嬉しいけど、でもなかなかそんなことなさそうなさそう。こんばんは、こんばんは劇場のガンバッジまだ3夜引けてない、ぜひゲットしてください。劇場にもねガチャガチャあるんですよ、あれは絶対出てくるので大丈夫です、お菓子とかないんで。ハートありがとうございます。
のギターイベントの時もガチャガチャやろうかなって思ってて、作ろうかなって考えてるんですよね実は。あ、ありがとう。いいでしょう、いいよね。そう、ちょっとね考えてるんだ。ガチャガチャで、そう、グッズ、私がデザインしたやつ、ピックとかをやろうかなって思ってる。人たちありがとうございます。当たりはなんだろうね、まあ、そこ当たりとかまだ考えてないんだけど、そう、ハズレ入れとく。ハズレ入れとく。なんだろう、ハズレ。まあいろいろ考えている。ハズレにハズレって書いてくれれば当たりになる。あ、そういうこと、え、なるの？私が手書きでハズレって書けばそれが当たりになるの。ハズレなしですか？あ、ハズレはないよ、多分。直筆のハズレ。ハズレって書いてある生写真。もう当たりやんそれ。当たりやんそれ。変顔？それ私のハズレじゃない？私の罰ゲームじゃない？楽しみ、うん楽しみ。変顔に関してはハズレ？みんなのハズレじゃなくないそれ？私だけ不利じゃないそれ？楽しみにしてて。でもグッズはかっこいい系にしようかなって思ってる。なんかみんなが普段も着れちゃうような感じにしようかなって考えてるよ。とりあえず当たらないとだね。まあでもガチャガチャはねみんな引けるんじゃない。そう、ちょっと着やすい感じがいいのかなって思って考えております、今のところはね。変顔缶バッジ絶対やだ、絶対やだ。クレーンゲームは、あ、クレーンゲーム私好きですよ、クレーンゲーム。コンビニ行っても恥ずかしくないって。あ、そうだね、そんな感じにするかも。でも結構その去年の生誕 T シャツ、あの私黒の T シャツになんかモノクロでなんか自分がギター持ってる写真にしたんですけど、あれ結構普段から着てくれてるって方いるので嬉しい。初見です、ありがとうございます、嬉しいです。かっこいい系にしようと思います。生誕ティーは生誕ティーで着てもらって、ギターのやつはギターで着てもらってって感じかな。あの T シャツいいよね、あれ着やすいよね割と。でも今年のも楽しみにしててください。今年のはどうだろうな。今年のは結構変えたから、うんって感じだけど、生誕ティーはね。まあでもゲットしてね。何でもゲットしてください。
ファンの方の喜ぶのを想像していくつ考えるのは楽しい、うん、楽しい、もちろんもちろん、うん、ひとでちゃんありがとうございます。今年のはめっちゃ攻めた、めっちゃ攻めた今年の今年の生誕 T シャツに関してはめっちゃ攻めた。これからありがとう、ひとでちゃんありがとう。今年の生誕 T シャツは超攻めたよ、言っとくけどみんなびっくりってみんなびっくりしちゃうよははは、楽しみにしててください。みんな来てくれ。普段でも普段ではどうだろうかなまあなんかうん、グッズって感じかも。生誕ティーはちょっとそう、今年は結構ドーンってもうオリアーって感じでデザインしましたそう、迷ったんだけど、でもなんかそう、そういうのを作ってみたくて、一回ぐらいは。そうだからちょっと挑戦してみたってところはある。そうまあでもそろそろ発表されるんじゃないですか。そろそろってか来月、どうなんだ、10月の人は来月あたりにされるのかな。9月、え、早く見せたい、早く見せたい。うん、それ着てコンビニ行けそう？いけるいけるいけないことはないでしょ。え、早く見てほしいな。タオルもね、まあタオルはまあでも可愛いかな可愛いかな。今年はね、可愛い系にしたんだよねめっちゃ無責任今年なんか去年めっちゃかっこよかったから、今年はなんか可愛いのにしようって思ってなんか超可愛くしちゃった。超っていうかまあ普通に可愛くしたって感じかな。それ着て仕事いける、いける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 。それからありがとうございます。今年の水色のウサエベアイア、まあそんな感じかな、そんな感じ。去年とはガラッと変わる。でもいろんなタイプのさ、もの出したいなって思ってたから、てへてへてへ。まあでもまあギターのギターイベントのグッズはかっこいい系になるから、かぶんなくていいかなって思って。心境に変化、心境に変化、いや別になんか可愛い、そう去年がそのかっこいい系だったから、今年はキャラクター、自分のキャラクター使おうって思って使いました。ねえやんもできたことだし、でででで適当じゃないよ、めっちゃ頑張ってさデザインしたんだからね試されてみんな、でも来てほしいなみんな自分も着るの楽しみだし。星ちゃんありがとう、あ、星ちゃんじゃなかった、貝殻ありがとう。もったいなくて普段着れない、あ、そうなんだ、そうなんね、てへ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  T シャツですね
早くデザイン見せたいな。大切に押し入れにしまっとく。なんで着てくれないの。夏の年がありがとうございます。着てほしいのにな。サーヤあるある早く知った。サーヤあるあるってこと。ヤホヤホヤホー。まあどっちも楽しみにしててください。イベントの方も T シャツの方も。でも被らないようにデザインしようと思ってます。時期がね、時期なんで。壁に飾ります。ありがとう、飾ってくれて。お話し会でアピール用に来ます。アピール用まあ確かに来てくれるの嬉しい。うん、ありがとう。楽しみにしててください。まあデザインとか考えるの好きだし楽しいから嬉しいです。本当にできて。サメカツナグッズも1回しか使ってない。あーそっか、確かにあんまり見ないかも。日記3周年。ああ。まあでもなんかそういうのって記念にもなるからね、着なくても。普段から着る派ですか。まあなんかパジャマとかにでもできるかな。生活の公園に行かせてください。来てください、待ってます。裏方の仕事好き。うん、好きです。だからなんか多分私工場とか向いてると思うんだよね。なんか工場でさ、こう流れてきて同じ作業をずっとするとか、なんか多分向いてるんだよね、そういうの。裏方で思いつかな工場。うん、まあ他にもいろいろあるけどね、裏方。なんだろう、工場も。そう、まあ工場の仕事したことないけど、まあでもしたらしたでちょっとあれなのかな。どうなんだろう。でも向いてる気がする。なんかマックのバイトしてた時にその裏方だったんですよ。裏方で仕事してて、そのずっとあのハンバーガーとかそういうの作ってたんですよ。なんかそういうのがすごい向いてたから、自分に。だからなんか工場向いてるのかなって思って。そう、接客じゃなくて、そのただただこうシュシュシュって作ってピョンみたいな、なんかね、そう得意だったから、意外になんかそういう工場系向いてるのかなって思ってる。レイナさんがサヤと仲良くなりたいって言ってます。嬉しいんだけどその情報。私もなりたいです。ありがとう。手際良さそう。手際良かったよ私。スマイルください言われたことないね。でも今ってないよね、スマイルください。マスクしてるから。こういうこと。ビッグマック作ってた。え、作ったことあるよ。何かを作る仕事とか向いてるんじゃないかな。なんか作ろうかな。何作ろうね。ポッポ焼き。食べ物作ろうかな。公園でもスマイルください。公園いつもスマイルでしょ。あ、危ない危ない。あ、ギターのあれが見えちゃった。公園ではいつもスマイルだよ。さやのスマイルは有料です。有料有料100円ですとか言って。高
こ焼き、あ、たこ焼きいいね。たこ焼き屋さんいいね、確かに。でも暑そうだな、たこ焼き屋さんって暑そうなイメージある。なんか結構狭いからさ、暑そうだな。昨日久しぶりにポップ焼き食べました。え、いいな。なんか前コンビニにポップ焼きのなんか蒸しパンみたいなのが売ってて、それ食べたんだけどね、めっちゃ美味しかった。そう、私も食べてないな。かき氷屋さん、あ、でも愛ちゃんがさ言ってたよね、なんかかき氷の屋台お手伝いしたことあるってラジオで言ってて、ね、いいなって。なんかいいよね、そういう屋台のお手伝いとかしたい私。なんか NGT で出したいな屋台。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。スマイルください。怖すぎ。家にかき氷機はないです。ないないない。屋台のイベントね、楽しそうだよね、あったら。すごいやりたいんだけど、率先してやる。作る側やりたいから、呼び込みよりか焼きそばとか。何やりたいかな。でも焼きそばとか良さそう。可愛くないかな。ベビーカステラとか。でもなんか屋台で思い出したけど、なんかね、私出身が茨城県で、茨城県って運動会とかそういう行事の時に屋台が出るんだよね、学校に。でもなんかそれが普通だと思ってたんですけど、なんかね、前にショールームでそのお話をした時に、なんか、え、運動会で屋台出るのとかめっちゃ驚かれたんですよ。で、なんか、え、逆に出ないんですかって聞いたら、出ないらしくて、そう、茨城だけなんだって、そういう運動会で屋台が出たりとか。そう、普通に出るよ。うん、中学校も出る、小学校も出る。そう、茨城だけらしくてびっくりした。人でありがとうございます。え、びっくりした。なんかそれが普通だと思ってたから、うん、だって小学校からずっと出てたから。そう、かき氷とか、かき氷屋さんとか、焼きそばとか、もう普通になんかそういうのが出るんだよね。かき氷、チョコバナナとか、普通に屋台が出てるから、校舎に。だから、あの、運動会とかでお昼ご飯とか、そう、屋台で食べたりとか、普通に友達とかき氷食べるとかしてた。うん、なんかそれが普通だと思ってたからびっくりした。え、生徒もちろん食べれるし、誰でも食べれる、その親とか無料じゃない。お金払うけど。そう、でも多分茨城の人はそれが普通だと思ってるから、逆にそう、多分県外行った時にびっくりしちゃうかもしれない。そう、羨ましいよ。海外そのものが消した。あ、そうなんだ。へえ。
でもなんかがっつり系というかはなんかデザート系が多かったかな。なんかお弁当とか出してくれるとか、なんかそのお弁当とかはさあるじゃん、普通に家族とかで。だからそれ食べてかき氷食べたりとかって感じかな。千葉も出て、あ、そうなんだ。じゃあその辺が出てんのかな、茨城千葉とか栃木とか。栃木はどうなんだろう。ね、食べながらどっか見る。え、全然なんかそれもあり。初のお年ありがとうございます。そう、それびっくりした配信で知った。私ネタカウントはあるのかどうなんだよね。どうなんだろう。でも千葉もあるんだね。群馬も、あ、そうなんだ。じゃあその辺が関東があるんだね。ベビーカステラたくさん買ってあげたいな。ベビーカステラ美味しいよね、めっちゃ好き。文化祭は出店、ああ出すね。私はお化け屋敷やってたよ。さやしかかった、ありがとう。東京神奈川では聞いたことない。あ、そうなんだね。サヤのお化けは可愛い、本当。で、私お化けやんなかった。なんか呼び込みしてた。誰もありがとうございます。でもその文化祭のなんか文化祭委員会みたいな、なんかそういうのあって、それだったから私。だからめっちゃなんか準備とか。そういうのはめっちゃ手伝ってた。だるまありがとう、人でありがとうございます。そう、まあお化けもやりたかったけど、なんかその文化祭委員みたいなのってなんか仕事があったから、そういうあれで呼び込みやってた。実行員、あ、それ実行員、そうそう、それしてた。ハロウィンナイト踊ったよ私たち。ダダダダダダンダダ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 、これ踊った。私実行委員とかやってたんよ。偉くない？ちゃんとやってた、偉い。今日は何時まで？そろそろやめようかな。40分やめます。心霊スポットは行ったことないし行きたくもないです。行ったこともないし行きたくない、絶対行きたくない。怖いじゃないですか。行ったことない。行ったことある人いるんですか？逆に。怖いよね。マジでやめた方がいい。わかる？やめた方がいいよ絶対。絶対やめた方がいいよ。さやなら幽霊に勝てる、勝てるわけがないでしょ。勝てるわけがない。絶対無理なんだけど、絶対いけない。なんかそういう、え、無理だな、いけないな、絶対無理ですね私は。
見たことあるあります。あ、そうなの。いや、幽霊に勝てるってどういうこと？よく言ってた。やば、お話聞かせて。じゃあ行ったことある人、おしゃべり会で聞かせてね。ではランキングを読んでいきたいと思います。よいしょ。13位、ふさくさん、ありがとうございます。12位、じゅんいちお兄さん、ありがとうございます。11位、 ET さん、ありがとうございます。10位、星のことは愛さん、ありがとうございます。9位、大さん、ありがとうございます。8位、ホークさん、ありがとうございます。7位、ケオさん、松和さん、ありがとうございます。4位、3位、やへいさん、ありがとうございます。お疲れ、ありがとう。パチパチパチ、ギフトもありがとうございます。また見に皆さーい、バイバーイ。